こんにちは、ジョジョです。ミレです。ミヤです。カノコです。ヒロです。今回の座談会は、このミステリ用語知ってる？まあミステリ用語ってたくさんありますけれども、今回はジャンル10個についてご紹介します。じゃあ最初の紹介は、本格ミステリー、謎解きがメインのミステリー。はい、うん、私たちが大好きなやつですね。大好きなやつ、そうですね、うん、探偵とか出てきたりするのはまあ本格かな、はい、うん、密室とかアリバイとか、うん、そういうコテコテのまあミステリーみたいな感じのやつかな、うん、まあ、もう一番王道のものですよね、うん、私たちが思う王道です。確かに横溝先生の金田一耕助シリーズとか、はい、うん、あとコナンドイルのシャーロック・ホームズとかはまあ本格ミステリーだよね。そうだね。あとアガサ・クリスティのそして誰もいなくなったとかも本格、うんうん、はい、あと自分はエラリー・クイーンのローマ帽子の謎とか国名シリーズが好きだったりしますね、うんうん、私は国内しか基本読まないので島田総司の七海屋敷の犯罪とかが大好き。じゃあ、2つ目、社会派ミステリー。現実に起きている社会問題を扱うリアリティ重視のミステリー。うん、まあ本格と相対するものっていうとあれだけど、ちょっと性質の異なるものみたいな感じ、はい、警察とか法律とかそっちがメインの話っていうイメージがあるかな、うん、うん、私は正直あんまり読まないジャンルですね。そうですね、うん、自分もあんまり読まなくなってきちゃったけど全員そう、警察物とかだとね、ちょっと専門用語とかがあるイメージもある。本格と比べて現実社会の問題をテーマにしてるっていうのがあるから、訴えかけるものがあるよね、うん、あうん、テーマ性は強い、うんうん、そうそうそう、俺はこういうことが言いたいんだっていうのがミステリーの中にあるかもしれないな。やっぱ読むと考え込むというか、うんうん、そういう話だよね。私社会派だと、私もそんなに数は読んでないけど、宮部みゆきさんの貨車と辻戸由美さんの鳥かごが好きなんだけど、これも読み終わった後結構どんより気持ちが重くなるっていうか、ほんと考えちゃう、いろいろ。自分もあんまり読まない中、あの浜中亜希さんのロストケアという作品はこれ本当に考えさせられますね。社会派ってやっぱ読むとその考えさせられる要素っていうのが強いかなって思いますね、うんうん、テーマがね、他社だったら消費者金融だったり、鳥かごは無戸籍の子たちだったり、身近ではないんだけど身近にあるような話題材っていうのがあるからね。問題提起的なやつがやっぱある、うん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 、我々はあとあんまり多分読んでないんですけども、松本清張はやっぱ社会派ではめちゃくちゃ有名。あ、イメージはすごい松本清張っていうイメージがありますね、はい、そう、松本清張が登場したことによって日本では本格っていうのが一旦あんま流行しなくなっちゃうんですよね、うん、そこで登場するのが新本格ミステリー3つ目、つなげた、はい、すごいすごい綾辻幸人以降の本格ミステリー。1987年に10学科の殺人が登場して、ここであの新本格ムーブメントっていうのが起きるんですよね。と新本格ミステリーは時代によって分けてるっていう認識で私はいる、うんうん、まあそんな感じですね、うんうん、多分なんかあの時代に本格がもう一回めっちゃ盛り上がったあの動きっていうかムーブメントのことを言うみたいなイメージかも、はい、私は、うん、作品としてのなんか質的な違いってのはそんなないんだよね多分ね、うん、多分本格と新本格っていうのは、うん、構造が大きく変わったとかなんかそういうわけじゃないですよね、うん、どこまでのところを新本格っていうのか、今新しく出てる作品も新本格になるのかっていうのはちょっと疑問というか分かんない。そうなんですよね、うん、だから正直今新本格っていう言葉は若干昔っぽいっていう感じはなんかしますよね。逆にね、まあでもあれよね、一作品でそんなムーブメント起こすっていうのはやっぱり10作品やばいよねっていう、うん、やばい、そうです、うん、自分の中にもムーブメント起きたからねこの作品読んで、うん、そう今のところ今のところカットするわ、ムーブメント起きた5人5人集だから、うん、人の人生を変えちゃう一作だから、はい、あとはアリス川アリスさんの月光ゲームとかもね、そのあたりの、うんうんうん、ムーブメントのあたりの作品ですね。やっぱ綾辻有栖川の2人みたいなイメージが結構あるかもな、うん、新本格って、うん、今の若手作家さんはこの新本格ミステリーを読んでミステリー好きになりましたっていう世代が今増えてるイメージがあるから、その人たちはね、なんか新本格ミステリーみたいな、なんかまた新本格ミステリーとちょっと違う雰囲気があるけど、うんうん、その人たちを表すワードは今はないから、はい、なんて言えばいいか、何年後かにはできてるといいな
な。では4つ目、登場ミステリー、犯人が最初から読者に明かされているミステリー。これはあれだね、前3つとはちょっと違くて、はい、本格の中のさらにジャンルみたいな感じかな、ね、小ジャンルみたいな感じ、うん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 、社会派でもある。あ、そっか、社会派でもあるか、うんうん、ミステリーの書き方の話だね。私結構好きなんですよね、これ。私も好きですね。これを最初に考えた人すごいなって思う。あ、どんな作品なのか、私は。最初の登場って確かに結構課題図書でも登場やってたりとかね、するよね、うん、石持あさみさんの扉は閉ざされたままとか、相沢さこさんのインバート、うんうん、両方ともめちゃくちゃ面白かったかな。面白かった。やっぱ登場はこの犯人側にちょっと感情移入みたいのして、探偵に追い詰められる恐怖を味わうっていうのが醍醐味だなって思ってる、うん、犯人頑張れってね、応援、そうそう応援したくなっちゃうのそうそう、探偵が強敵であればあるほど盛り上がる作品だと思う、うんうん、個人的には岸優介さんの青の炎が私は大好きで、うんうん、犯人視点だとより一層なんでこの殺人事件を起こさないといけなかったのかっていう心理描写が第三者視点で見るよりもすごい生々しくなると思ってて、うん、そこも登場の魅力かなって思います。じゃあ5個目、特殊設定ミステリー、現実世界とは異なる条件下で事件が発生するミステリー。はい、私大好きです。私も大好き。最近の流行り感ある。はい、流行り感あるね。最近の作家さんだと私はもう白井智之さんの作品はもう全部と言っていいぐらい特殊設定ミステリーなんじゃないかなって思ってて、人間の顔は食べづらいとかね、人間のクローンを食べるような世界っていうのが基本設定としてあるので、ミステリーの可能性が広がっていく感じがします。そうです、もうだってその作者ごとに世界観があるっていう感じだから、うんうんうん、本当にもう、ね、作者の数だけ種類があるみたいな、うんうんうん、裾野はかなり広いですよね、うん、はい、そう、本当にミステリーの可能性がめっちゃ広がった感じがして、読むたびにワクワクする、うんうんうん、こんな条件思いついたんだみたいなね。やっぱりさ、トリックの数ってさ限られちゃうと思うんだよね。思う。そう、だからもういつかミステリーもうこれ以上生まれませんっていう限界の状態になるのかなとか思いきや、この特殊設定ミステリーっていうものが生まれたことによってなんかもう無限に広がってた気がする。はい、うんうん、でも別に最近だけじゃないよね、古いのも。あ、そうそう、最近、うん、多いけど、やっぱ初期というか西澤康彦さんとかずっと書いてるイメージがあって、はい、7回死んだ男とか私は大好きですね。なんか私の中では日本の方が多いイメージなんだけど、海外のミステリーでもあるのかな、特殊設定ミステリー。どうなんだろう、確かに。私たちが海外ミステリー読まないタイプ、あんまり読んでないタイプだからっていうの知らないだけなのかもしれないんだけど、うんうん、もしじゃ あのこの動画をご覧になってる方で海外の特殊設定知ってるよっていう方いましたらコメントください、教えてください。じゃあ6個目、日常の謎、日常系ミステリー、殺人が起きない日常の中で起きるちょっとした謎を解くミステリー。はい、これまあいろいろ説はあると思うんですけど、北村薫さんの空飛ぶ馬から始まったみたいな言われてて、まあ普段多分ミステリー読まない人、グロいのとかダメな人は結構日常の謎とかいいんじゃないかなと。そうですね、もう普通ミステリーは誰か死んじゃいますけど、うん、まあ、そうそう、我々はそういうのが好きですけど、やっぱそういうのがダメっていう人もねいらっしゃるので、うんうん、イメージですけど短編が多いような気がしませんかね。なんかそれもって読みやすいのかなとも思います。あと、うんうん、私シリーズものが多いイメージがある。わかる、ある。多分他のなんかミステリーに比べてキャラクターを重視してるっていうイメージがあって、それもあって、うんうん、そのキャラクターへの愛着が読者もあるからシリーズになるのかなってなんとなく思ってます。米沢ほのぶさんの評価とかも結構知って、うん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 、米沢ほのぶさんもすごい日常の謎とか結構書くイメージあるな、はい、うん、と若竹七海さんとかも多いかな。学校が舞台のも結構多いし、あと喫茶店とか あるね。なんか多いイメージがある。なんか謎が持ち込まれてね、うん、そうそう、うん、でマスターとかが実は聞いてて解いちゃうみたいなのとか多いイメージ、うんうん、なんか日常のこれかすごい勝手な意見だけど、なんか伝聞で安楽椅子探偵みたいなのが多い気がしちゃったし。あ、そうですね、それもあるかも。確かにね、やっぱそのさっきも出たそのなんかどっかの店主が、うん、お客さんがなんかこう話を持ってきて、でその店主みたいな、うん、友達が不思議なことがあったんですよみたいなとかで、うん、みたいのが多い気がするな。だからこれもパターンとしては多分たくさん書こうと思えば書けますよね、そのお店の種類がこう、うん、さんのジャンルであのやれば。
では7個目、イヤミス、読んだ後に嫌な気持ちになるミステリー、うん、この説明合ってるのかちょっと分かんないけど、うん、まあこういうことだよね、まあ、それあの悪い意味じゃなくていい意味なんだよね、うん、なんとなくのイメージで女性作家さんが多い気がする。あ、確かに、まあ、それは思いますね、やっぱり港かなえさんとかね、あ、そういう感じで言われるし、うん、私秋吉里香子さんの暗黒女子がめちゃめちゃ大好きで、これ超いいよね。そう、うんうん、いやこれなんか正直、うん、多分そか一般的には、まあ、嫌ミスになるかもしれないけど、うん、自分的にはこれ結末大好きすぎて嫌な気分には自分は特にはなんだかそうなんだよね、難しいんだけどね、多分人によっては嫌な気持ちになるなんて嫌じゃんってなる人もいると思うんだけど、この嫌な気持ちになることを喜びと受け取る側もいて、嫌な気持ちも後味が悪いっていうか、うん、なんかそういう感じ、うんうん、私も嫌いじゃない。あ、みんな結構好きなんだね。自分ちょっとね、うん、あれ若干抵抗があるけど、読んだ後は良かったって思うんだけど、なんか読むまで結構心が重いっていう、うんうん、嫌ミスって紹介されるとね、ちょっと心がね、なんか重くなっちゃうっていうのはある。元気な時に読まないと。そう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 私最近だと直木賞候補作に入った雫井秀介さんのクロコダイルティアーズとか、あ、すごい嫌ミスなんだ。ずっと嫌な気持ちだったよ。なるほどね。あれも嫌ミスなのか。確かに。あれ違うのかな。いや、わかんないわかんない。嫌ミスっていう感じはなかったんだけど、言われてみたらそうかもしれない。不快な気持ちになったら嫌ミスかなとか思ってて。でも多分ここってもしかしたら、不快に感じるってさ、人によってやっぱ違うから、嫌ミスの定義って人によってだいぶ違うかもしれない。そうかもしれない。そうかもしれませんね。うん、じゃあ、8個目。バカミス、トリックがバカバカしいミステリー、かっこ褒め言葉、ね、大切なの最後の、ね、あのやっぱバカって聞くとね、悪口みたいに思うかもしれないけど、そうじゃなくて、こんなバカバカしくて素晴らしいのよくぞ思いついてくださいましたっていうミステリーみたいな。そうそうそう、あ、そうそうそう、ただのバカじゃないよね、バカバカしいっていう、そうそうそう、うん、褒め言葉なんですよね。他では体験できないですからね、なんか。そうなんです、そうそう、唯一無二感がすごい、うんうん、まあ、トリックに言及してるからね、ややネタバレじゃないか、これはバカミスですって紹介の仕方ってしづらくはあるんだけど、あ、そう、あの、うん、トリックのね後に結果的にバカミスでしたっていうのが結構あったりするからね、うんうんうん、でまあ、その中でも多分結構割と有名なのは祖父健一さんの6枚のとんかつっていうのはもう、うんうんうん、これってバカミスなんだ。バカミスですねあと、もしかしたら人によって分かれるかもしれないんだけど、綾辻きとさんのどんどん橋落ちたも、なんかトリックっていうか、雰囲気っていうか。あれは結構そういう風に意識して書いてるような気がするな。バカミスだと思いました。あれなんかタイトル的にホラーっぽく感じてたんだけど、うん。あ、全然そんなことないから大丈夫だよ。ホラーではない、うん、大丈夫。あ、ありがとうございます。でもバカミスも、だから人によってちょっと定義分かれたり、うん、いや、その作品は違うよって。読者の中でも分かれるし、多分作者と読者でもだいぶ分かれる気がする。そう、なんか本格のトリックって極めていくとどんどん派手で実現不可能なラインに足を踏み入れていくじゃない。そうすると人によってはこれバカミスでしょってなってくるような気がする。あ、分かる分かる、うん、ダイナミックなねトリックってバカっぽいもんね。なんかバカっぽいんだよね私はすごい好きなんだけど、うん、私もなんか思わず読んでて顔ニヤニヤしちゃうのとかあるから好きなんだけど、もしかしたらね、そのバカミスって言って嫌がる作者さんとかもいるのかなとかは思う、うんはい、うんうん、じゃあ、9個目クローズドサークル、何らかの理由で外界から戻された場所で事件が起きるミステリー。大好きです、みんな大好きなやつ、うん、大好きですね。まあ本格は多いよね、クローズドサークルが。そうだね、うん、まあ、我々の動画でもやりましたけど、島だったり、うん、雪の雪層だったりとか、うん、そういうので閉ざされた場所で起こることが多いですよね、うん、とにかくあれだからね、警察官を入れないようにしなきゃいけないから。そうそう、いろいろな力が働いて、橋が落ち、電話線が切られる、タイヤがパンクしっていうのがこう起こるやつ。そうね何回読んでも楽しい。そう、どうぞ。それはもう、もうね、プロになってくるとあれだからね、今回はどうやって橋が落ちるんだろうってね。そうそうそう、あのなんかあの館に行くときに橋ちょろと落ちるね、これ後でって。橋は落ちます、うん、本当になんでこんなね、同じようなさ設定を何回読んでも楽しいんだろうね、うん、いや本当だよね、面白いですね。最近でも変わった方法でクローズサークルにしようとしてくるやつも結構あって、はい、今村正弘さん の, あの詩人層の殺人シリーズとかって結構変わった形でクローズサークルにしようと心がけてる、うん、
気がする、うん、あと今クローズサークルと合わせてタイムリミットがつくのも多い気がする。あー確かに流行りかな、うん、それも確かにね。あの結城春夫さんの箱舟とか、うんうんうん、あれもまあ閉ざされた空間でタイムリミットがついてるとか、ブレンカンの殺人とか青みか、あつか、あの辺そうで、うん、そうですね。結構そこがセットなのも多いし、まあ、セットになるとワクワクも2倍あって、うん、なんか緊迫感がね増すのが、うんうん、いいですよ。そうだからクローズサークルは結構ジャンルというか条件に近いから、はい、なんか今まで挙げたんだと本格かつ登場かつ特殊設定かつクローズサークルがありえるみたいな。確かに確かにそう、ややこしいとこなんだけど、最後まで読むと実はバカミスでしたもありだから、ありえる盛りだくさんすぎるそうそうそう。じゃあ、最後10個目、叙述トリック、作者が読者に仕掛けるトリック、性別誤認とか。これはもう小説ならではの面白さだよね。普通トリックって犯人がその場にいる人たちに仕掛けるものだけど、これだけは作者が私たちに仕掛けてきてるやつ、うん、女っぽく描かれてたけど実は男性でしたみたいなやつとか、わざと作者がなんか情報を隠して、ね、最後に実はこんなんでしたみたいな、うんうん、作中の人物たちはもうそれを当然のこととして知っているのに、うん、こう、そうそう、作者側にはわざとこう教えずに最後にそれが明かされるとマジかっていうね、うん、これはだから具体作品名を絶対に挙げられない、はい、挙げられない本当に叙述トリック作品の紹介はできないんですよね。できないし、うん、そう、叙述のおすすめ教えてとか絶対言えないのでね、まあ、帯にもこの叙述トリックはとかできれば書かないでほしい。あ、本当そう、本当その通り。叙述トリックって明かすのネタバレなので、そう本当にそうだ、すごい好き、うん、私もすごい好き。あ、言えないのが悔しいけど好きなやつがいくつもある、うん、そうそう、うん、いくつもある。言いたくなっちゃう気持ちもわかるけどな、でもな、うん、正直すげえ喋りたくなるもんな、うん、これも人に本当に読んでほしい時とか、うん、これ読んでみたいな時、なんかあんまりけどこっちが紹介できないと、その向こう側が、あ、これ紹介できないってことは叙述なのかなっていうちょっとなんかそういうのかな叙述トリックもいろんなあの手この手ですごい作者さんの人によって作品によっていろんなパターンがあるのがすごいなって思いますよね、はい、本当、うん、毎回騙されちゃう、うん、で分かった上で読み返すと作者さんの努力の跡みたいな見えてくるとか、二度読み面白くなるよね叙述トリック。あ、ここのフェアな描写心がけてるなみたいなのが面白かったりする。なんか叙述もののすごいいいものって本当にもう芸術作品レベルだと思う、うんうんうん、なんかもう感動しちゃうんだよね。うわ、いいの読んだってなる。そうそう、はい。じゃあというわけでミステリー用語解説はこんな感じとなります。あくまでも我々の解釈ですので、細かい点とかはもしかしたら違っているかもしれませんが、そこら辺は目をつむってください。じゃあというわけでご視聴どうもありがとうございました。バイ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 。